13日、インチョンで開催される国際卓球大会に参加する北朝鮮選手団が11日、訪韓すると韓国オサム一部が明らかにした。オサム一部は、2018イットフワールドツアーグランドファイナルに出場する北朝鮮選手団5人がこの日、中国北京を経由してインチョン入りすると明らかにした。 17日まで滞在する北朝鮮選手団は南北合同チームを構成し、男女混合ダブルスに参加する北朝鮮のチャヒョシム選手とアンチョルヨンコーチをはじめ、5人で構成された。チャヒョシムは今年7月、 韓国大田で開催されたコリアオープン国際卓球大会に南北男女混合ダブルスに出場し優勝した韓国のチャンウジン選手と再びペアを組んで大会に出場する。